どんどんね。そうっすね。今日はやっていきたいなと。沖縄の生活についてですね。はいはい、そう、これがねないんだよな、見えないから。じゃあ事前に来てる質問でちょっと一個読みましょうかね。はい、お願いします。聞きますね。うん、あの一番多かったのが、うん、あのウチナータイム。ウチナータイム。本当にウチナータイムってあるんですか。沖縄時間って書いてましたね、皆さん漢字で。そうそう、沖縄時間って書いてね。ウチナータイム。そうそう、ウチナータイムって全てなのとか、うん、来てるんですよ結構。うんうん、どうすかね、ウチナータイム。ウチナータイムって本当にあらゆる時に遅刻するのみたいな。そう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 。もありましたよね。どんなかな。はいはい、でもまあ風味はしっかりしてるよね。しっかりしてますね僕は。うん、やっぱ沖縄の人でもね。このウチナータイムを象徴とするこの男が隣にいるので、ちょっとあのつもりを聞きましょうか。どういうつもりなのかっていう約束を。確かにな。はい、いや、ウチナータイム、うん、じゃないと思ってるからね。うんうん、まずそもそも遅刻をしていないと思っている。遅刻をしていないと思ってる。だあれでしょ、うん、飲み会とかに、うん、飲み会の時間になったら出るとかでしょ。いやいや、はい、現行犯。集合時間に出るとかね、はい、はいはい、もうマインドがもうアウト。だからあれなんだよな、うん、集合時間に出てしまうし、うん、出てしまう、下手したら起きてしまう、うんうん、いるよね、起きてしまう。そうそうそう、死んでしまえ。でもあれなんでなんだろうな、マジで。なんでかわからないんだよ。いや、なんでかわかるでしょ。なんでうちのタイム一番多かったな。時計を読めないのかって思いますもんね。確かに、うん、でもあれでもね、時計してないもんね、そもそもね。してないけどね、そもそも。でも結構いるよね、うちのタイムの人はね。まあ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 、いますよね、うちのタイム。だモアイとかね、よくあるのは。モアイとかはね、確かにな、うん、沖縄時間の人多いからな、マジで、うん、あ、沖縄 T シャツパパイ A さんから来てますよ、うん、21時からの飲み会で、うん、全員集まるの翌日の2時だったことある。絶対ダメだ。9時から9時から始めて全員が集合したのが2時と、うんうん、いうことですね。確かにな、今やっぱ来てますよ、やっぱみんな、はいはい、揃っただけマシですね。それそうそうそう、揃っただけマシ、はいはい、うん、やっぱ一応やっぱ2時間待たされたとかね。はい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 、やっぱ言いますね。そうですね、僕だから僕大学から知念さんと、知り合ってるんですけど、そこからの通算で言うとおそらく2年ぐらい待ってますよね。時間で言うと、ね、2年2年ぐらいの時間は待ってると思うんですよ。そんなに待ってる、はい、そんな待ってるかな、待たしてる気がないんだよな、あんまり。実家の家の下で、うん、どれも1時間とか普通に待ちますもんね。確かにたまにあるよね。確かに、じゃねえよ。たまにあるよね。じゃねえよ。なんでだろうね。どういうつもりなの。不思議なんだよな。本当に。で俺がわざとそこから時間遅くしたとしても一緒なんですよ。そうなんだよね。来てから準備するから。確かに来てから準備するから。結局一緒。確かに。だから確かにじゃないんだよ。だから全然悪気がないというか。だこのあれなんだよな。うん。この質問ちょっとな、だからもっと言うと、よくこれをピックアップできたなと。確かに、だから僕の前で。そうなんだよな、だから、うん、ちょっとやりにくかったんだよな、だからつまずいたな。何がだからつまずいた、レジ嫌だなと思って。いや絶対言われるだろうなと思ってたから。相当待たせますからね。でも、うん、周りの友達も多いでしょ。何が。俺は、はいはい、一応待つのは嫌いだけど。でしょうね、でしょうね。一応でも結構待つ人多いよね。あ、待たせる人はね。多い多い。多いよね。はい。飲み会もやっぱり。うん。うん、そうそう。だから、あんまりね、わからないんだよな。なんで。僕結構言うんで、うん、僕の周りは、うん、もう僕のキャラを理解して、あ、確かにね。急ぐふりはする。あ、なるほどね、なるほど、ね。だから、モアイで一回、8時集合で、10名ぐらいのモアイで、うん、僕一人しかいなかったんです。8時半ぐらいまで。はいはい。何パターンか僕、あの、端から、うん、あの、テーブルの端から、こう、全てのテーブルが見えるようなアングルで写真撮って、はいはい、このモアイのラインに上げて、モアイのラインに上げて、はい、まだかと、まだかと。でも確かにね、うん、でも俺の周りでも怒るの風味ぐらいだな。うんこは怒るの風味ぐらいだな。本当に怒る方が悪いみたいな。いやいや、そうじゃないけど、おかしいけど、ね、じゃあ怒られたことないんだよあんまり。あ、普通はね、うん、だそれが良くないんだ。良くない。それが君をこう作り上げたんだよ。あんまり、うん、そうそう、あんまり、ね、急ぐふりとかって笑ってる。急ぐふり、本当に一応怒られたことがないからかな、あんま。
うん、なんか汗が飛んでるようなスタンプでな。あ、一応ね、うん、あ、スタンプとかはね、そう、風味が怒ってるよみたいな。ちょっと次回ったら来い。確かにっていうね。そう、でもね、いや、僕はだから大反対な人なんで許せないっていう、確かにね、ところなんですけど、まあこれはね、もう、そうだね、多数決というか、確かにね、もう大部分がそういう意識なのでなかなか変わらないですね。これ一応いけるな、うん、結婚式もいつの間にか始まってるっていう、ね、結婚式もいつの間にかそれはちょっといいす、まあ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 、みんな遅れてくるから、ね、ちゃんとドアは開きますよ。ちゃんとドアは開いて曲で入場はしますけど、席はちらほらです。確かに開いてるよね。開いてる開いてる、うん、そうだよね、考えられん。あ、なんでかな、うん、おじいなんかもだもんね。おじいなんかもかな、うん、はいはい、普通に遅れてくるもんね。時間の約束しないもんね。考えられんよね、確かにね、うんうん、そう、結婚式は先に飲んでるからね。一生に一度の羽根の舞台よ。だからね、遅れてくる。だ、間違ったら新郎新婦みたいになって出る場合があるからね。可能性としては、いるいるいる、違うドア開いたら終わりだよ。その後ろから入ってくる人いるからね。確かにな。いやでもうちのタイムはな、うん、だからびっくりしてる人多いよやっぱり、うん、内地の人も。だから大体、うん、分かりやすく言うと集合時間に出るっていうことだよね。まあそうだね、集合時間に出ていい方、出ていい方だね、うん、8時集合だとしたら8時出発、うんうん、で8時半着とか。確かにな、っていうのはもう普通、もう30分は普通だね。いるもんね、30分は絶対モアイとかはない。うん、モアイとか集まらん時もあるからな。いや本当にちゃんと言わんと集まらんし、ね、ちゃんと言わんと、毎月第2土曜だよって言ってるのに、うん、ちゃんと言わんと集まらんっていうね、うん、集まらん、本当に。これはすごいよな。でも沖縄だけなのかな。うん、やっぱ沖縄だけ、沖縄だけでしょ。いや、あなた県外いたじゃん。だけど、うん、まあ、確かにみんなきっちりしてるよね。きっちりしてるでしょ。あっちはね、やっぱりこのモノレールとか、うん、あ、モノレールじゃない、電車とか、ね、電車がね、地下鉄とか、確かにがしっかりしてる。もうダイヤがまずしっかりしてるじゃないですか。そうだね、そこですよ。確かにそこが狂うと、うん、そのあの行き方とか時間が狂うんで、うん、確かにね。だから沖縄の場合は交通機関、うん、バスがまずしっかりしてないから、うん、そういうことになる。バスがまず遅れると、バスが遅れる、バスが遅れるよね、うん、ちゃんと遅れるよね、ちゃんと遅れる、しっかり遅れるね。遅れんことの方がないからね。ないバスはね、うん、てかこれ何時のやつってそう、あの、何、早く来てるのか遅く来てるのか、うん、もうもはや分からんっていう。分からんよね、うん、そう。でもね、ここにもあるけど、やっぱきっちりしてる人はいるよ、沖縄の人の中でも。そう、風味はね、風味は、風味はきっちりしてる、うんうん、ちゃんと来るもんね。ちゃんと来る、時間通りに、しっかり来るよ、うん、そう、うん、そうなんだよ。バスが合わせるっていうのも来てるけど、やっぱ、うん、そうなんだよね。バスが合わせてたらもうの大変でしょ、この大衆にバスが合わせてたら。確かにね、でも沖縄バスはね、うん、手上げんと止まらんしね。手上げんと止まらんね。どういうことよ、タクシーは手上げんでも止まるし。だからさ、タクシーはね、タクシーは呼ばんでも来る。呼ばんでも来るよね。窓開けてから乗るねって言われるからね。うん。おかしいよね。そこらへんおかしいよね。そう、バスは確かに手上げんと。これだから分からん情報かもしれないですよ、県外の方からしたら。あ、バス？バスは手上げんと止まらんし。ああ、なるほど。タクシーは手上げんでも止まる。あ、っていう。バスは手上げんと止まあな。逆でしょっていう。そう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 だけど、県外は、県外はね、うん、確かにな。あ、そっか、バスは止まらんか。はい、ちゃんと止まるんだ、いなくても。誰、バス、バスは止まらん。あ、だから止まらん、止まらんから手あげないといけない。じゃあ県外は止まるの、いなくても。一応県外は時間あ、時間でがしっかり来るんで。ああ、なるほどね。で、あの、乗る人もそれを分かって信頼してるから時間通りに来るんだ。あ、そうだね、お互いスムーズな。そりゃそうだね。だけどバスは時間しっかりしてないから、うん、乗る人も何番目のバスかも分からんし、分からんからね。だからそれがゆえにお互いの信頼がなさすぎて手上げんと止まらん。手上げんと止まらんよね。だバスの運転手も止まっても乗らんパターンもあるから、うん、あるからね。それ確かに遅れてきてるからっていうので、そうそうそう、手上げてくれんと止まらんっていうふざけた姿勢で一応確かに、どういうことめ、どういうことって来てるやつ。いや本当よ、どういうことだ、どういうことってなるよね。だから運転手がめんどくさいだけだろあれは。いや、だから止めた時に、例えば10分に50番が来ますよって来てるけど、うん、その前の40が来たら、うん、乗らんから、うん、
なら手50番が来たら手上げんといてんっていうことでしょ。時間がずれてるから、ね、時間がずれてるんだから分からんわけよ。だから分からんわけよ。どのバスか分からん。確かに分からないんだよな。どのバスか分からんから、時間あの時刻表通りに来たら、うん、全然違う番が来るからね。そう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 、うん、確かに確かに、そうだよね。だ運転手も寄せて、うん、ドア開けて、うん、乗らないっていうのが続くと、うん、時間の無駄だし、うん、大変だからね。めんどくさいから、うん、手上げた人が止まらんっていう、止まると、うん、どういうことよ。どういうことなんだろうなあれ、本当マジですごいな。タクシーはやっぱり数がたくさんあるんで、数たくさんあるから乗せたいと、乗せたいから乗るね、乗るねって言われるってね。窓開けて乗るね、窓開けて乗るねって言われるからね。誰かだから友達であの県外に行った時に列車に手挙げたっていう人が、ああだから笑い話、噂あるよね。あるよね、笑い話でね、うん、うん、あるある。それは止まるだろう、それは止まるだろうって必ず止まるから、ね、電車はね、はいはい、確かにバス手挙げるの知らなかったって来てるの。あ、そうなんだ、手挙げんとダメよ、うん、バス。そうそう、那覇とかはあるけど、うん、確かにね、他のところは、うん、もうバス停に並んでなかったりとかしたらね、もう絶対止まらんから、うん、あ、止まらん、あの側に寄ってない、側にちゃんと寄って道路側に寄ってないと絶対止まらん、止まらん、止まらん、うん、うん、分かりやすい、それは、ね、だからそういう意味ではその県民が打ち出たタイムなんだけど、うん、それをさせてるのは公共交通機関。いやいや、そこまではじゃない。いや本当そう、そこのダイヤがしっかりしてたら県民の生活は変わってるかもしれない。あ、なるほどね。だから有名な沖縄バス、うん、琉球バス、うん、そこら辺が悪い、うんうん、そこら辺が悪い。いやいや、うちなんちが悪いでしょ。うちなんちが悪い。だから運転手がもううちなんちなんだ。確かに運転手がうちなんちだ。だから県外の人にすればいいんじゃん、運転手。あ、逆にね、うん、確かにちゃんと止まってくれるんだ。そう、正しいダイヤで。でも定義イライラするはず、うん、乗らんばって言って乗らんからね、一応50番待ってるから後ろの。だからバス停が分かれてないんだよ。あ、まあね、番号ごと、ね、番号ごとに分かれてんからね。だから一つのバス停に50番も77番も102番も全部止まるからダメなんじゃない。確かに確かにな。ちょ、停止場所を変えれよちょっと。あ、並ぶ場所もね。そうあ、ありえるやつだ、それだったら。それしたらいいんじゃない。それしたらいいかもしれない。やれよ、うん、思いつくだろそれぐらい。バスアンチ乗らんでしょ。乗らん乗らないね、うん、イライラするか乗らんよ。イライラする、そんなもん。イライラするってやばいな、本当に。一応ね、確かにバスだな、うん、でも一応県外の人はバス乗った方が面白いって言うけどね、はいはいはい、まあ、あんま乗らんねってなって、あの、言うかもしれんけどね。いや、まあ、でも性格の問題じゃないですか、うん、またあのね、うん、あの支払いも準備しとけよって。あ、まあね、あれでも今は P じゃないの、うん、ああ、オキカみたいな。あ、オキカがあるんか。とか、そういうのスイカはダメ。まだダメ。スイカはダメじゃない。あ、モノレールだけか。じゃないですか。スイカはダメ。あ、どうだろう、いけるのかな、うん、わかんない。最近乗ってないからわかんないです。確かに。確かに。だから、ということで、まあ、県民もそうだし、うん、公共交通機関もそう。うちなタイムっていう。うちなタイムね。はい。やっぱうちなタイムか。うん。うちなタイムですよ、皆さん。どういう結論よ。やっぱり。でもどんくらいかな、3割ぐらいかなって来てたけど、うん、何が3割ぐらいの人はちゃんとしてるよねって来てたわけ、うんうんうん、沖縄の人でもうちなタイムの人だ、3割いるかな、うん、9割うちなタイムのような気がするけどな。確かに、だいたいうちなタイムじゃん。ほら、もうやっぱ、うん、みんなだいたいうちなタイムだよねって来てるから。そうよ、だあると思うかな。沖縄の人、皆さん沖縄、いや県外の人、県外の人も、うん、沖縄タクシー安いよね。沖縄タクシー安い、うんうん、そう。でもね、うちなタイムの人の方が多いでしょ絶対、うん、どんくらいいるかな。9割ぐらいだね、うちなタイムの人がね。まあ僕と知念さんの統計上9割、統計上は9割だね。8割5分9割ぐらいだね、うん、いやでもそうだろうな、うん、でもまあのんびりって言えばいいけどね。いやいや、かもしれない。のんびりじゃ済まされんぞ。ちなちはね、うん、しかも怒らないしね。いやいやいや、俺怒ってんだ。怒る人が少ないってね。いやでもちょっとね、うん、まあ似てるんかな、まあ、うちのちってあれだけど、うん、いや、はい、歩いてればオレンジレンジやモンパチとかと遭遇すると本当ですかっていうのがあるんだけど、はいはいはい、これはもうすぐ回答できますよ、うん、嘘です。ないね、会ったことないね、歩いてはね、はい、ないですね。でも国際通り歩いてたら会うかもしれんとかって前言ってたけど、はいはいはい、会わないね。うんうん、
会ったことないですね。会ったことない。でもまあ知念さんはね、知念寺蓮寺って言われてますから。それだあれでしょ、うん、呼びやすいだけでしょ。知念寺蓮寺が、ね、いやいやいや、いますからね。でもあのまあね、うん、某オレンジレンジの人とはよく会うけどね。某オレンジレンジ、あ、オレンジレンジの某人と会うけどね、よく。え、そうなの、うん、どういうこと。遭遇する。あ、遭遇する遭遇する遭遇する。ほうほう。あ、じゃあ会ってるやん。あ、まあ、道じゃないけどね。お店、お店で。はいはいはい。なるほど。そうそうそう。まあ、知り合いってのもあるけど。うんうん。まあ、モンパチはまた、僕の高校の大先輩ですし、うん。あ、そうだよね。高校生の時に、3つやから、ね、はい。入れ違いだもんね。入れ違いだもんね。はい、確かに。まあ、でも結構ね、うん。結構いるよね。結構、まあ、有名な方いますからね。うんうん。いるいるいる、うん、まあ、同級生だしね、オレンジレンジは。あ、同級生っていうのは学校が一緒じゃないけど年一緒だからね。あ、そうだね、知り合いの知り合いとかね、うんうん、結構いる。大学にも行ったんじゃん最初。そう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 、ね、そうなんですよね、うん、やっぱそう、まあ、HI も同級生だし。そうだね、うん、でもまあでも合わんね、うん、ね、まあまあまあ合わないっすね、あれだけどね。あ、 HI はね昔ちょくちょく会ってましたもんね、うん、あのまあ友達とかじゃなくて、うん、会う機会はありましたけどね。確かにね。でもまあみんな沖縄にいるんだもんね、すごいよね本当ね、うんうん、ちょっとあれだけど、うん、カラオケでアルベルト城間さんと遭遇した人がいる。素晴らしい、それ一番貴重じゃないですか。ね、いいと思うやつ、すごいよね、うん、あせあそっか、いや一番いいと思いますよ。でもジョニー・ギノワンとも一回だけ会ったことある。あ、そうなの。ご飯食べてるみたい。ギノワンで、ギノワンじゃなくて那覇だったかな。あ、那覇で、ジョニー那覇だった。そうそう、名護でパパイヤさんだったり、はいはいはい。まあ、でもまあでも芸能人の方はね、うん、いるっぽいよね、沖縄いっぱい来てるもんね。うん、そうそうそう、うん、他あります。ね、ちょっと面白いのだと、うん、なんか、まあ、面白いっていうかあれだな、うん、あ、じゃあ、うん、一旦 CM に行きましょうか、うん、あ、じゃあ失礼しましょう、はい、CM の後にやりましょう、はい、うん。